お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのメガナイトラムデッキ魔女版をね、紹介していきたいなと思います。まあ、メガナイトラムのテンプレですね、まあ、有名な形の雪玉の枠がまあ、ザンネクロになりましたと。見た目これマジウルトラしかねえじゃんっていうようなデッキなんですけども、まあ海外の穴版というね、その人を知らない人のために軽く説明しますと、前々シーズンぐらいかな、一人で世界1位と世界3位フィニッシュしましたね、同時タイミングで。そうで、しかもその世界3位は、タワーレベルね、13ではなく12レベルで、タワーレベル12で世界3位フィニッシュっていう、もう化け物でございます。まあ、その方がこのデッキをね使ってて、一時的にこのデッキで世界2位ね言ってました。はい。まず、単純にその方が上手いっていうのもあるんですけども、ちょっとマザネク使ってたので、ね。そうそうそう。マザネクで世界にはやばいなと思って、僕もね、このメガラムマザネク版使ってみたいと思います。で、このデッキ、シンプルにラム、インドラ、エレキが入ってるので、で、まあ、マザネクもついでているので、これラバとか、まあ、バルーンとか、なんか、空にもう勝手に強いんですよ。空に勝手に強くて、しかも、マザネクがね、入ったことによって、スケラにももう勝手に強いんですよ。だから、なんか元々こう、相性を取れるデッキっていうのが多いと思うんですよね。そうそうそう、ラバ、バルーン、もうスケラにも勝手に相性が良くて、まああとはなんだろうね、普通に、なんかいろいろ、何にでも対応できそうな万能型っていうね、さあ感じで、エリゴレが来ました。最近なんかね、エリゴレが、ちらほら増えてきたんですよね。いい話なのか、ね、悲しいお知らせなのか、なんとも言えないんですけど。さあ、で、これはラム釣りとかでいいかな。インドラでもよかったんですけど。そう。ラムはね、結構防衛で使うのが意外と強いですね。なんかこう、ロイジャイとかもラム防衛、ホグもラム防衛、あとはミニペッカとか、こう、なんて言うんだろうな、相手の、橋渡ってきたユニットはプリンスとかダクプリとかもラムで防衛しつつ攻めれる。そう。で、相手の主軸も止めることができるっていうので、ラムはね、なんかもう攻めで使うっていうよりかは、基本的にはもう防衛カードだと思って戦った方がいいと思いますね。そう、それでそれをカウンターうまく使う。で、守って、最後の最後に、あ、じゃあラムで攻める今だ、みたいな。まあ、そんな感じ。基本的にはもうラムはずっと防衛で使っとけば、気づけばもうね、いい感じになります。なんかこういう時はもうなんかインドとかもいるので、攻めちゃっていいんじゃねみたいな感じで攻めちゃいます。さあ。で、まあマスクいるので、ポイズンとかも打って、さあ一つ気づいた。マザネク、一回も出てねえな、今回。今回ね、対戦相手がやっぱ硬いユニットがいっぱい多いので、マザネクを出すタイミングがね、あまりないよっていう感じです。まあ、そういうこともね、あります。まあ、雪玉の代わりなので、ほんとなんかコウモリとかガゴムレとか、まあ、小物にね、飛ばすとかバルーンを止めるための雪玉だと思うので、まあ、シャーなしっすよね、それは。まあ、ないのは。おお、もっと相手、受けがうまい。待って。そのバルキリーランバーの受けはね、普通にうまい。キング降り行きたいなと思ってたんですけど。さあ、無理そうですね、というわけで、まあ、今回ね、このまあメガラム自体も、まあなんかあんま使われてるデッキではないんですけど、まあそんな弱いデッキとかでもないんですよ。単純に。そうそうそう。単純になんか他のデッキがメガラムより強い。強いから、まあそんな使われてないだけで、全然ね、こう万能のデッキ。まあ、なので、ちょっとね、こうまあマザネク型ですけど、マザネク持ってなかったらまあ雪玉で使えっていう話なんですけど、そしたらよろしく。ボルファース。よろしく。さあ、で、ラバとかバルーンだったら神相性かな。スケラーも神相性ですよね。スケラーも。さあ、今回ナイト。ナイトか。まあ、なんでもありそうですね。スケ。さあ、これは、これちょっと踏んじゃおうかな。アーチャーか。ああ、で、これはちょっと、タルぐらいで許容して。今回、クエイコーグですね。クエイコーグだ。で、これ多分スケのサイクルなのかな。ナイトか。ナイトからのスケ。あ、これ、もしかしてなんですけど、焦げます。今、雪玉使ってね、
インドラが卵竹取っちゃってたので雪使った後だとこういうねインドラ事故も起きますね。これはなんかまあラッキー勝利ですね。序盤からインドラが焦がしましたね。で、北は基本的にやっぱラムで守るっていうのがね、大事になってきます。そしたら僕はね、防衛ユニット残して戦える。さあ、こんな感じでね。これが強いんですよね。ラムライダーって。相手の北とかロイジャイとか、基本的にユニットこうやって守れるんですよ。そうそう。で、しかも相手はこのラムを守るのに、こうボムタワーとかね、コストを使わないといけないので、今、相手の北を、なんだろうな。相手北とボムタワー。8コス使って僕はラブだけでみたいな感じで勝手にねエリアドが取れていきます。そうそうそう、防衛ラムさえしとけばなんかラムデッキって基本的に使いこなせます。そんな適当でもないか、まあ、でも本当になんかそんな感じっすね。さあここスケだと思うのでマザネクぐらい出してあげると、あーホグ釣りですね、それはうまい。さあここはもう豚をね育成してもろて、さあ、豚で、さらにはナイトとかもいないんじゃないでしょうか。竜の突進を使って、いいですね。で、まあ、ホグ、ちょっとダメージ受けちゃったんですけども、まあ、言うて、こっから相手、ダメージ通すの、めっちゃきついと思うんですよ。まあ、だから、ほぼクベイク削りになると思いますし、よいしょ。さあ、メガナイト登場。で、まあ、ボムタワーとかも置きたいと思うので、いいですね。ああ、でも、そのスケカバーはうまいですね。さて、今回相手は、まあ、クエイクなので、このね、もうマザニクとか、インドラとか、まあ、エレキとか、硬いユニットがすべてね、生き残る地獄ですね。オッケー！さあ、しっかりね、サンクラホリーテーグッドゲームでございます。メガラムのね、さあ、マザニク版でございます。まあ、もともと、雪、なんで、まあ、空にも強いし、ね、雪がマザネクになったから、逆にこれきつくなったものとかって言われると、まあ、別にそんなないですし、逆にめちゃくちゃ強くなったって言われると、まあ、ほんとスケラとか小物とか、まあ、ウォールブレイカーとかその辺なのかなっていう感じはしますね。さあ、いいマザネクだ。視野が広いな、このおばあちゃん。ね、今の両サイ攻撃ちゃんとできるんだと思って感動しましたよ。いや、マザネク頑張ってんな。無能だけど、それは結構。で、今回相手は、ゴブリン？なんか、ウォールブレイカーって、あ、メガナイト、ウォールブレイカーかな？うわ、すげえ、ナッツ。いや、メガナイト、ウォールブレイカーは、なんか今、プリンス型とかでは使われてるんですけど、なんかこのマスケゴブコウモリ型はさすがなんかね、久しく見てないなっていう。さあ、これちょっとね、延命できたら幸せなんですけど、できなかったら、やばい。ああ、まあまあ、ザップ打ちますよね、それは。で、コウモリがね、相手が、トクトクトクって、トク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 って出てきそうだけど。まあまあまあ。さあ、メガナイトオールブレイカーか。まあ、マザネクが強いんじゃないですか。今回相手はザップしかないので、もうマザネクで。これ一発も入りそうだよな。ああ、いてえ。おばあちゃんからしたらこのダメージは痛すぎる。さあ、まあマスケが厄介かな。個人的にはゴブコウモリはまあそこまでだと思ってて、そう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 、まあこれは踏んであげて、オッケーオッケーオッケー。でちょっとだけね、相手の方がやっぱ回転が速くなるかなと思います。まあゴブコウモリ、ザップ、ディガー、ウォールブレイカー、2コスいっぱいいてなんで、まあやっぱマザネクになると若干ね回転率が落ちるのかなっていうぐらい。まあでも後半こっちがメガナイト、インドラとか形を組んでさえしまえばそんなねきついこともなさそうっていう気はします。さあ、ケツメガからかなのかな。まあアロマスケはポイズンでやってあげて、オッケーオッケーオッケー。さあ、からのだよな、この竜の毛が。個人的にこの竜の毛がさ、世界一きちんだ。あ、でもこれ、豚育成しまくるんじゃね？あ、ザップ垂れるから。あ、そうっすね。さては、ケツラム、じゃない、ケツメガから。ケツメガからの、両サイフルカウンターが、一番幸せ説あるっすよね。さ、エリキ使っちゃった。で、インドつけて、
左にラムユーノとかかな。これメガナイトで踏むんじゃないですか。ですよね。で、そしたら、このね、まあ、ゴブリンが結構やだな。いや、ゴブリンが思ってるより強い。オッケーオッケー。いや、でも、いい攻めですね。オッケーオッケーオッケー。いや、もうちょっと入れ。ポイズン圏内までワンチャン？いや、惜しいな。ポイ圏内はいけない。いや、これ、よくねえか。結構、ポイズン削りやっていいかな、これ。いや、でもいい。待って、マザネクが？マザネク奇跡？マザネク奇跡で、これ相手、メガナイトかなんか、あれ？なんか、豚で。豚で終わっちゃったんだけどな。相手、メガナイト出さない。まあ、出さないのが正解なんですけど。出すと、今ね、僕、ラムライダーとかで、まあでも意外とゴブリンザップとかで守られたんじゃねっていう感じがしたんですけど、まあなんか最後豚がね気持ち程度の豚が頑張ってましたよ。さあダクプリ来る。ダクプリか、まあスケラジャイ、ゴブジャイ、スパーキー、まあその辺かな。まあゴレとかも可能性としてはありそうです。さあザップ、まあジャイプリプリ、ゴブプリプリ、ゴブプリ、うん、ゴブスパ。サンガグはもうなんかね、スパーキー 100% みたいな。いやー、確定演出ですよ、これは。はい、スパーキーくんですね。で、スパーキーくんは、ちょっとめんどくさいけど、言うてこの、後ろからインドラか、後ろからインドラとか、なんかユニット流せるから、これいらんかったなと。ザップ使ってたし。いや、必要だったな。さあ、まあいいんですけど、いや、これ、ちょっとあんまりね、いいサイクルではなくて、まあ、出しちゃっていいか。そうそうそう。あ、でも、相手今、ミニペを使ったから、いや、エリック先行しねえのか。これなんか、こう、メガナイトも殴ってほしかったな。ふっ。エリックだけは、あー、OK、バカバカ。待って、強すぎる。踏んで?オッケーオッケー。いや、これ、さた、おばあちゃん、いけにえ。おばあちゃんでかい。今見た。今多分あれ、殴ってなかったら行かれてたと思うんですよね。いや、いいおばあちゃん。わ、さすがにそれうまい。いやー、これ今、タルババで釣れたんですよ。本当は、レイジされなければね。狙ってたのか、適当レイジかわかんないですけど。いやー、サイクル渋いな。ケツインドとメガナイトエレキ同時踏みで、まあ、スパーキーミニペブッパー多分守れるんですよ。けど今サイクルがね、よろしくねえんだよな。さあこれ多分ケツスパあーですね。かぶり読み言うのでちょっと攻めちゃいます。さあからの相手レイジザップだから、これ多分守れるんですよ。全然守れる。よしこれなんだ、ここで踏んでいいんじゃない。これ、インドラをね、溶かされたくないので。で、ここで踏んで、できるだけね、僕のユニットを延命します。で、タルババ、お、豚タケ取れ。いいね。ババも行かれちゃうか。さあ、もう一回、ユーノ飛べ。んー、オッケー？多分、なんかなってる。よし。いいね。いや、マザーネクは何してんや、お前は。まあ。さあ、これ踏んで、ラム防衛かエレキ防衛。いや、これエレキ踏める？いや、ちょっと遠いな。よし。いやー、でも相手のエレキ踏め。相手のエレキが踏め。けど、よし。いや、耐える。いやー、延命来たか。延命はやばい。それやばい、負ける。待って。マザネク？いや、これさ、相手エレキ使ってさ、ザップも多分打ったんですよ。ラム止まんねんじゃね？ああ、止まる。いや、いい防衛される。いや、まあ。いや、いい。さあ、このダメージもダメ。で、ケツスパかな。さあ、これ、ケツスパサイクルちょっとやばいな。いや、一回守るか。いや、これ、守れねえな。多分、インドさ、今、行った方がよかったのかな。いや、行っても悪いもんな。さあ、守りましょう。気合で守るしかねえ。いや、これ、焦げるんじゃね？あ、焦げた。あれ？スパーキー、そんな焦げ方する？ちょっと待って。いや、それはでかすぎ。なんか、もう、お供え感覚でマザネクだけ出して。これあれっすね。豚もいるし、いいね。豚がいることによって相手スパーキー出す暇がない。スパーキー出したいけど、
出したら豚がめっちゃ入るし豚が炊けとるんだよ。オーケー。さあマザネクが今回は大活躍してくれました。まあ、ユキじゃないことによってね、後ろからユニットも出せますし、スパーキーのねタゲを取ってくれたっていうのもめちゃめちゃねでかいです。ぜひこのマザネク型メガナイトラム使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。